みん、あやみんばい。こんにちは、福山あやみです。今回はコンビニの新商品スイーツで気になったものを買ってきました。はい、こんな感じで。ちなみにこれがセブンファミマローソンです。はい、2つずつ気になるものをちょっと買ってきたので、それぞれ食べていきたいと思います。ではいただきます。はい、じゃあまずこれちょっと気になってた前から、ファミマのこのパキチョコ&ラングドシャサンドチかっこチーズ、ラングドシャ、あ、ラングドシャ好きだ。でも前にこのパキチョコ、黒の普通のチョコ見たことあって食べてみたいなと思ったので、ちょっと念願の、あ、すごい、何これ、あ、そういう感じね。あ、こういうサンドになってます。じゃあいただきます。わーわーわーわわ、上のチョコがチーズ入りホワイトチョコで、このクリーム、中のクリームがクリームチーズで、この中にちっちゃいアーモンドが入ってるんですよ。で、下にこのラングドシャの生地、クッキーですね、普通のクッキーがめちゃくちゃ分厚くて、クッキーとチョコがすごい分厚くて、なんかなんだろう、板を2枚食べてる感じですね。すごい食べてる感があります。美味しい。なんか甘いね、ホワイトチョコだから新しい。なんかでもなんかもっと冷やしたら美味しそう。ホワイトチョコがもっとキンキンに冷やしたらもっと美味しいと思います。だから冷蔵庫で冷やしておくといい。次、またこれもちょっとね溶けそうなんで、ファミマね、のびーなエクレアミルク、見て、のびーな、可愛くない、のびーな、わかんないですよ、伸びるのかな。中にとろーりミルククリームが入ってます。ちょっと普通に食べてみますね。じゃあもう伸びるのか、でもチーズハットグ食べてる気分だった。伸びるかなって。ん？あ、美味しい。エクレアだ。ん？ん？すごい。何これ？すごい伸びました。ちょっとこのミルククリームがトロトロしてる。あ、すごい、これトロトロしてる。伸びる伸びる。これももっと冷えてたら美味しいかも。周りにホワイトチョコがコーティングされてて、味はなんかエクレアって感じの味。美味しい。でもなんかすごいこのクリームがなんか何かをこう混ぜたみたいな、プツツツツツツツって混ぜたようなとろりです。新食感、美味しい。この2つ、これどっちももっと冷やしたら、キンキンに冷えてたらもっと美味しいと思います。冷やして食べてください。じゃあ次どうしよう。これ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 、私の大好きなバスクチーズケーキのキャラメルが出てました。やばくないですか、セブンです。これはもう食べるしかない。もう私セブンのこのバスクチーズケーキが好きなんですよね。セブンのバスクチーズケーキしか食べたことないから、ちょっと他のコンビニにも食べてみたいなと思いつつ、まあもうキャラメルが出てたので、これも用冷蔵あ、そうか、全部スイーツ用冷蔵だ。このキャラメル結構苦味が強いです。なんかカラメルソース、なんかそういうの食べてる気分、苦くて全然甘くてですね。気のせいかもしれないけど、あの普通のバスクチーズケーキよりかはずっしり感はちょっと少ないかな。え、こんな感じだったっけな。気軽に食べれる感じ、軽いです、すごい、全然重くない、美味しい、苦くて美味しい。じゃあ次、じゃあセブンからいきますか。これセブン、セブンの太陽と海の爽やかサマーポンチ、すごい夏らしいね、かわいいね、いっぱい入ってるよ、食べ物が夏って感じ、涼しい、ね、人気商品らしいです、新商品なのに。じゃあいただきます。こんな感じ、かわいい、今に似合うね、これ。いただきます。じゃあまずゼリーだけから、うん、おいしい。何味のゼリーだ、これはレモンゼリー、うん、ほんとだ、上レモンゼリー、あ、白玉、この下の層がすごい気になる、ブリブリしてる、ブリブリ、皆さん何味だと思います。青いの正解です、ソーダです。うん、ソーダの味、夏野菜だ、飲んでる感じです。ペロリってしまう、これは。これいいね、満足感あるかも。これ146カロリー、いいね、これ食べようかな。こういうゼリーの方がね、いろんなねフルーツ入ってるから
全然飽きないし、人気な理由が分かりました。そして続いてローソン、これもバスチーなんですよ。好きだね、バスチー。ローソン私そんな行かないというか、ローソンの店舗少なくないですかと思うんですよ毎回。抹茶バスチー、バスク風チーズケーキ。さあさあさあ、すごい高級そうな箱に入ってるんですけど、350円。わあすごい、こだわってますよ、すごい。じゃあいただきます。すごい、なんかこっちのバスチーよりかも結構硬いかも。待って、ローソンのバスチー食べたことないけど、ローソンの方が硬いのかな。いただきます。あ、やば、あ、めっちゃずっしり。え、これやばくない？え、やば、この抹茶のチーズケーキが濃厚。この抹茶なんか高級感のある抹茶なんですよ。抹茶のテリーヌみたいな、これ。うん、その上にこの濃厚な生クリームにマカダミアナッツかな、これソースがかかってます。美味しいのもパレード。うん、これはもう大満足します。これはすごい高級感が箱から入ってる時点でね、すごい高級、なんかご褒美の時に食べたいです。ありがとうございました。最後いきますか。最後これカスタード桃ロール、かわいい。なんかローソン桃とのコラボをしてたのかな、桃のお店のこの発展堂っていうね、コラボしてました。で、ね、大福があったんですけど、大福と迷ったんですけど、餅も食べたかった。でもロールがねちょっと珍しくて気になって。すごくない？これなんかさ、トロトロしてるよ中。多分これね、結構ねちょっと置いてたからかな、トロトロしたけど、まあ、すくって食べれるけど、これはなんか無難に。あ、桃の、久しぶりなんかこういうロールケーキ系食べたかも。真ん中にあるジャムがすごいもももももももしてて、中間のクリームがほんのりもも感で、周りのこのねロールケーキ生地最高、バランスめちゃくちゃいい。ももだ、わー、桃おいしい。お、一気に食べ過ぎた。うん、おいしいわ。これにさ、これ単体で食べた方がいい。もう味が分かんなくなって。うーん、どれも美味しい。やっぱこのキャラメルはね、ちょっと、うん、苦くて感動。あー、どれも美味しいですよこれ。でもなんかどれがいいって言われたら、どれだろう。でもこれはまあ私はキャラメルか普通のやつだったら、まあ普通の方が食べたくなるかな。一回でも食べていいと思う。で、この桃の大福も気になりました。また今度食べようと思います。で、これはね本当にあのずっしり感がすごい、だからあのご褒美とかなんかね、あ、今日頑張ったからご褒美しようって時はこれ絶対満足する。これエクレアはね、中のねとろーり感がすごいから、これも食べてほしい。で、これはね多分冷やした方が絶対美味しい。板チョコを食べてる気分だった。すごい板チョコなんだな、クッキー、チョコクッキーを、ね、めっちゃ分厚いチョコクッキーを食べてる感じだった。で、これはね本当に気軽に食べれる感じ。ソーダでなんか三ツ矢サイダーのゼリーみたいな、で、いろんなフルーツとかお餅も入ってるからすごいいいと思う。これすごいお気に入り。うん、あ、やっぱ人気商品だけありますね。まあでも全然どれも美味しかったです。新商品、皆さんもぜひコンビニに行って見つけたら食べてみてください。それではコンビニ新商品紹介でした。バイバーイ。